香川県琴平町は3年連続で中止となったこんぴら歌舞伎大芝居に代わるイベントとして計画していた四国こんぴらねぷた祭りについて来月開催すると発表しました。四国こんぴらねぷた祭りは琴平の町を舞台に来月27日と28日に開催されます。念願のというか、待望のこんぴらねぷたを運行させて一つの起爆剤になればいいなと。青森県弘前市で作られた8メートルを超えるねぷたや地元の高校生が手掛けた人形ねぷたが町を練り歩きます。中止となった2020年のこんぴら歌舞伎の演目吉方最後や隅田川五日の面影を再現します。当初は去年5月に開催予定でしたが感染拡大で2度延期されていました。琴平で上演するはずだった歌舞伎のねぷたが車とかで走っているような道路を練り歩くというところが、大変豪快で見どころがあると思います。来月1日からはプレイベントが始まり、津軽三味線の演奏会やねぷたの作家による制作実演も予定されています。